秀吉様が家康のもとに出向き講和を申し込んだそうだ。これが何を意味するか分かるか？そりゃあれだろ、家康味方になりゃおじきの天下確実だからだろ。表向きはそうだ、だが俺は別の見方をしている。秀吉様はそれだけ家康のことを信頼しているんだ。最大の敵を信頼している？何バカな。三成、お前も気づいているはずだ。家康の人望や実力、現に先の戦でも俺たちは家康に苦戦を強いられた。秀吉様はすでに未来を見据えているのだ。自分がいなくなった後、天下の行く末を。秀吉様には実子がいない。秀次様も養子だ。となれば秀吉様の作った世を安定させるには。不愉快な話だ。俺は失礼する。まあ清正の言うことも分かんなくもねえけどさ、そんな先のこと心配する必要なくね？それに家康の力借りなくてもさ、俺たち三人ならおじきの天下守れるってガチで。現実を見ろよ三成。